では罪状を読み上げる。王国周辺の町において幾度も民草に恐怖を与え、現場に駆けつけた王国聖騎士たち並びにザラトラス聖騎士長への過剰な暴行。大丈夫か兄貴？本当にあれは日中に見た男と同一人物なの？国王陛下の御前に引き立てられた際の不遜な態度と言動よってここに判決を言い渡す。男は例の傲慢極まりなき罪人エスカノール、無知打ち戦火及び卓刑に処す。いや、待ってください。僕はですね、村を困らせていた怪物をやっつけただけでして、村人がなぜか僕を怖がってしまい。本当です、国王様や聖騎士様への暴言や暴行は違うんです。あれは僕じゃ。意義があるならばはっきり申せ。あ、いや、意義はありません。どうか僕を。こいつの身柄は俺が引き受ける。西、君は。この子が7人目？この子って人間にしてはもういい年だと思うよ。聞いていた情報とはだいぶ異なる。冗談だろ。俺が冗談を言うたちか。面白い冗談だな。僕はここで何を？お前は今日から俺たちの仲間、7つの大罪の一員になるんだ。仲間？ねえ、君はどんなことができるの？僕は巨人族で大地を操ることができるんだ。あんまり胸を覗き込まないように。キングはね、妖精なの。空も飛べるし、不思議な力を持ってるんだ。コソドロ、ディアンのてめえしばくぞ。ゴーセルは人の心を読むことができるんだよ。等級15。驚いたな、子供並みの等級だ。どうも。よく来たな、エスカノール。マーリンはね、ブリタニア一の魔術師なんだよ。マーリンさん、この人本当によく似ている。これでお会いしたのは2度目ですね。え、マーリン、この子ともう知り合いなの？数日前にこの男のとんでもない噂を聞きつけ、団長殿と会ってきた。ところで君、大きい女性は好きかな？いえ、特には。合格。んで、結局特技は何なんだよ。ナイフ？弓矢？諜報術？まさか暗殺術とか？ポエムです。エスカノール様、どうかお元気で。嫌だよ、僕一人で逃げるなんて。大丈夫、私が約束します。あなたは決して一人ぼっちではありませんよ。ローザ、僕は一人ぼっちだ。もうじき朝が来る。早くここを出なくちゃ。さらばと私は一人別れを告げる。金色のくせ毛の少年と漆黒の髪の麗しき美女、人としてのぬくもりに触れし、久方ぶりの夜を胸に刻もう。なるほど。のそれがお前のポエムとやらか。あ、マーリンさん、どうして？質問に質問で返すな。出て行く理由は？それは、あなたは見たはずです、昼間の呪われた姿を。いずれ必ずあなたたちを傷つけてしまう。我々をか？僕はこの世に生まれてくるべきではなかった。あの時に死ぬべきだったんです。やはりお前は興味深いな。僕は真面目に。
ま、お前の呪いとやらも相当物騒なもんなんだろうが、それくらいで傷つくようなやわな連中じゃねえぜ。ナイスカノル、いっぺんその力を俺に試させてくれねえか。笑えない冗談ですね。空気が変わった。バンもお前も冗談冗談言いやがって。俺は至って真面目に忠告します。引き返しなさい。そこから一歩でも私に近づけば命の保証はしませんよ。ふん、そんじゃ一歩。団長、もう一回飲み直そう。だから止まれと言ったのに。どうしたの？何の騒ぎ？誰でもいい、止めてくれ。俺のこの命を。怒りを鎮めるために毎度山を消し飛ばすのでは効率が悪いな。だから僕はずっと人と関わらずに生きてきたんです。でもたまに誰かが手を差し伸べてくれると嬉しくて、その人たちのためにと力を使った途端、みんな僕に怯えていなくなってしまう。この呪われた力のせいで僕はずっと一人ぼっちでした。ならばその力の使い道と謎を私たちと共に探ろうではないか。顔がうり二つなだけじゃなかった。僕の呪いを見てもなお、そんな優しい言葉をかけてくれたのはローザとあなただけだ。それにその寂しそうな瞳も彼女によく似ている。ありがとう。けどもう僕にその資格はない。僕はとうとう人を、それも二人も殺してしまった。誰を殺しちまったって？あ、いや、うわー、幽霊。どうしてあなたたちは。だって、残念、化け物はお前一人じゃねえってこと。いたいた、おーい。お前と同じさ、事情のねえやつなんてここには誰一人いねえ。どうだ、ちっとは気が楽になったら七つの大罪に入ってくれよ。お前の力は絶対役に立つぜ。欲しいならあげますよ。自分でも抑えられずに誰かを傷つけるだけの力なんて僕は欲しくなかった。僕がどんな思いをしてきたかあなたたちに分かるだけ。その呪いのせいで王子であったお前はカステリオを追われ、唯一の理解者だった次女ローザがお前を逃がすために国を裏切ったんだな。どうしてそれを。数年後お前はローザを心配し国に戻ったが、すでに国は滅び、彼女の行方はとうとう分からずじまい。カステリオって20年前に蛮族に滅ぼされた小国か。ええ、きっと全部僕のせいなんです。僕が呪われてるから、ローザもきっと僕を恨んでいる。エスカノール。ならば直接本人に会って聞けばいいだろうに。マーリンさん、ローザの居場所を知ってるんですか？私は魔術師だぞ。ゴーセルが引き出した情報をもとにローザの居場所を突き止めることくらい朝飯前だ。はあ、あ、やっぱりいいです。何を話せばいいかもわからないし、僕のせいでひどい目にあったんですから。
僕が死んでくれた方が喜ぶんじゃないか。やめなよバン。いい加減にしろ、ウジウジと。今すぐ死んでみるか。それじゃ意味ねえんだよ。エスカノール、明日の正午この俺と勝負しろ。俺が勝ったら七つの大罪に入ってもらう。お前が勝てば出ていくなり好きにしろよ。驚いた。正午の奴の魔力がこれほどまでとはな。たやすく死ねる生物よ。我は汝が羨ましい。そんなに死にたけりゃ俺が殺してやるよ。くるつ苦しいか痛えか、そりゃお前が生きてるからだ。ローザが守ってくれたから感じられるんだ。ローザ、てめえの命をてめえ一人のもんだと思うな。それを簡単に死にてえだの生きる価値がねえだのとおこがましいぜ。我はまだ生きていたい。もしまたお前が自分を抑えきれなくなった時には俺がいつでも相手になってやる。負けておいておこがましいが、願いを一つだけ聞いてほしい。ああ、こんな場所がブリタニアにあったなんて。エスカノール様、お久しぶりです。あ、その声ローザなの？どうかお顔をお見せください。だって今の僕を見たらきっとがっかり。違うだろう、こんなことを言うために来たわけじゃないはずだ。ありがとう、あの時僕を守ってくれて。君に救われたこの人生をこれからは必死に生きてみるよ。どんなに無様でも、どんなに孤独でも、ローザ、君に恥じないように。あ、恥じることなど何もありません。それにもうあなたは孤独ではないはずです。それにしてもローザは昔と少しも変わってないんだな。そうだ、君にそっくりな女性がいてね。ええ、存じてます。私はずっとあなたを見守ってましたから。他にもいろんな人がいたんだよ。見た目は子供なのにすごく強い団長くんとか、巨人の女の子とか、ちょっと怖いコソ泥の人とか。死者との思い出が導く死者の都？本当かよ。行ってみたくば、エスカノール同様半殺しにしてやってもいいぞ。いや、遠慮しとく。ねえローザ、僕は違うよ。